4分間のトレーニング早速始めていきましょう。まずは足を顔の方に寄せ、体をねじります。10秒休憩します。次は腹筋を縮めて伸ばすクランチです。息を思いっきり吐いて腹筋を引き締めます。次は頭を上げて足首をタッチしていきます。足を肩幅に開いて思いっきりタッチしましょう。次は腹筋を伸ばして縮めてを繰り返します。次は足をクロスしていきます。足を上げすぎず、なるべく床に近い位置で行いましょう。次は床につかないように足を上げていきます。しっかりと腹筋を意識して行いましょう。次はプランクの形になり、腰を左右に振っていきます。きついと思いますが、頑張ってください。ラストはプランクの状態のまま足を外側に曲げていきます。ラストスパート全力で頑張りましょう。残り5秒です。お疲れ様でした。4分間のトレーニングが終わりました。結構きつかったという方もいるかもしれません。私も最初は辛かったです。毎日少しずつ続けていくうちにだんだん体が慣れていくので、毎日続けることが一番です。で、今回のトレーニングのポイントは、とにかく一つ一つの動きを全力でやることです。それがダイエットへの近道になるかなと思います。私もトレーニング続けていくので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。ということで、また見てください。